突然母から LINE が来て、これ何なのか見てくれんかと言われたので例の写真を見ました。弟の卒園式の時の写真なんですが、左上なのに顔なのか頭なのかわからないものが写っています。見てみると正直気味が悪いです。ちなみにこれは卒園式でひな壇の前で最後に1対1で神父様と握手を交わす時なので、近くに人がいるというのはありえない。さあ謎の、なんかここおでこっぽいよね、謎のなんか人が写ってるね。でこれ写真やからね、これ1枚の、てか頭でかっ、なんなのこれさあ皆さん、これは何でしょう。でしかも君のさ幼稚園ってなんか神父様と握手すんの、どういう幼稚園なん。人に見えるだけ説、これが何なのかだよね。でもなんか明らかに紙にしか見えんよねこれね、人の紙にしか。さあちょっと思考を張り巡らせろ、これが一体何に見えるのか。神父様の肩の肉、どういうこと。シスターの翼、それもシスター超怖えじゃん。マザーテレサのカツラ、あの大喜利じゃないんで、ここ水溜りボンドのトミー。あーなるほどなるほど、だから君たちが言ってるのって、あの左手で神父様が手でカツラを持ってるってこと、あの女性の、まあ、それだったら 割とまあ現実的だよね。でこれが手ってことだよね、手でこうやって持ってると。でこうカツラがここにある。でなんでカツラがあるかっていうと、まあ、取れちゃった、だから帽子をかぶっている、そういうこと。で子供がなんか嫌な顔なのはカツラが取れてビビっちゃって目をそらしているという、そういうことですか。でもそれだったら納得いくんだよね。ここが手だったらさ、まあ、カツラって結構 こんな感じだから、デカさ的に言うと、うん、俺もカツラ持ってるからさ、あコスプレでね、うん。さあ次、父が料理の学会で旅館に行った時の写真なんですが、赤い矢印の部分に手があります。あまりにも自然すぎて最初は一番下の列の右側の男性の手かと思ったらしいんですが、男性にしては指が細く、また距離や向き的にも不自然ですと。いやこの人の手でしょ。あこの人の手はないか、この人の手はここにあんのか、この手が不自然ってことか。あー確かに不自然だな、この人の手でしょ。うん、この人の手だ、間違いない。うん、この人がここにポンって置いたんだ、この人がここに。うん、解決。え、じゃないの、この人の手でしょ。だからこの人の手はこことここにあるわけやから、こいつの手がここに行っただけなんじゃないの。手をクロスしてるだけ、手をクロスしてるだけ、どういうことだ、手をクロスしてるだけ。それだと不自然なの、どういうこと、どういうこと。上の人の手、え、どういうこと。上の人の手はだってここにあるじゃん、ここの2つに。人差し指上で小指下になってるのか、人差し指上で小指が下、はい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 。つまり必ず左手だってことか、左手の人、つまりこいつの左手やんけ、これ左手やんけ、この人の。え、だってこれ右手でしょ、こっち。あれ待って、向き考えろ。あこれあれ、あ右手だ、あ待って待って待って、右、ああってことはじゃあこの人の手じゃないってことか、自分の手？え？ああそういうことか。あそういうことね。はいはいはい。あ今理解したわ。そういうことか。ごめんごめん。これ自分の手か。こういうことね。はいはい。でここ手あると。こういうことね。この人自身のやったのか。あそういうことね。あ解決したわ。でこの人の手は見えとらんからな、ここ。あそういうことね。今理解しました皆さん、すみませんごめんなさい。はい解決、完全論破。これ送ったやつ恥やで、恥すぎるわ送ったやつが。え何これ。先日サファリパークに行って写真を撮ったら撮れました。反射かもしれませんが、あまりにもはっきりと写ったので心霊味を感じました。加工じゃないのこれ、さすがに。もうこれは加工としか言いようがないよ、もうこれ。この人の顔でしょ？反射っていうかもう、写り顔みたいになっとるやん。長いんよ、ほんでこれ。めちゃくちゃ長え。廃墟の写真を適当にパシャパシャ撮っていたら、その時にキャーと女性の悲鳴声が聞こえたんで、みんなで慌てて逃げました。
帰りの車の中で私が撮った写真を一枚一枚何気なく見ていたら、悲鳴が聞こえたところの家の窓に誰かが写ってるような写真がありました。夕方でまだ明るかったし、4人で家を見ていたので、もし他の人がいたなら気づくと思います。見た目明らか廃墟なので人間ではないと思うと。はいはいはい、こっちね。あー、なるほど。あ、そういうことか。あ、ちょっと怖いねこれね。これが撮れた写真で、普段はこの写真と、ここには写ってないけどこっちには写っていたと。おお、なんか明らかにでもなんか誰かいるな。そういうことか。確かに怖いね。うわ、これちょっと鳥肌立つな。はいはいはい、明らかに人がいるね。人っていうか何かしらいるね。その時にでもキャーって女性の悲鳴が聞こえたってことはワンチャンよ。俺もね、この企画やろうと思ってたことがあるんやけど、心霊スポットで、夏だからさ、心霊スポットで人が来るじゃん。だからそれを脅かすためにわざとなんかこう、この中に人がいたんじゃないの、単純に。で、脅かすためにわーってこう声を出して、で仲間の一人がここからなんかその様子を見てたんじゃないの。へえ、驚いてやんのーとか言って、何何、怖いんだけど、何この家の、何、この家なんかあるの。右の窓開いてる。あー、確かに。え、怖っ。え、怖っ。ほんとや、右の窓これ開いてんの、開いてるのかこれ、右の窓怖いなこれ。いや、怖くない、ベジータがクソったれ。え、あいつ何なの、めっちゃ見てくるじゃん家こっち。なんなのこれ、なんなの、ガチのヤバい人じゃないの。単純に私も子供の頃祖父母によく聞かされていたのですが、最近家族写真を私が管理するようになり発見した、この写真は処分した方がいいですかねと、左上の石に無数の顔があるように見えるのは石の記憶といって、いろんな人がここで写真を撮るから石が顔を覚えてしまうんだとおばあちゃんに言われたと。人の顔に見える、見える、まあ人の顔に見えるだけじゃね。怖いな、でも確かに怖いけどさ、横顔でしょこれ、人の横顔に見えるし、これなんかこっちギョロって似てるような、なんかいろいろ見えるけどさ、それはでもなんかもうちょっと微妙な気するわ。小夜さん、さっき紹介してた石の記憶の写真はガチでやばいやつです。霊感あんの君、何これ、霊感あんのこれ、この人。さっきの写真ガチでやばいらしいっすよ。はい、この石の写真はガチでやばい写真らしいっす。どうやら霊感ある人が言ってます。これはガチでやばい、僕の放送で唯一これだけが本物らしいっす。これはガチでやばいらしい。どう思うみんな。ちなみに僕はこれただの石にしか見えません。うわ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 。はっきり言って霊なんてそこら中にいるからね。だから何回目じゃん、俺信じてないんだって。なんでさ、こういうさ自称霊能力者みたいな痛いやついんの。いないから霊なんて。いや言っとくけど、これ一個も信じてないよこの写真見ても。でも45年前って怖いね。あ、でもこの写真怖くなってきた。いや怖いだけなんよでも。これ何怖い。小人？これ加工なんじゃないのこれ。創立40周年記念に撮った写真、写した写真？あー、でもこれ単純じゃない？これ多分工程かなんかで撮ったんでしょ。後ろのここ隙間があるとこにちょうど遠くから見てた人がいただけでしょ。うん、めっちゃ後ろに人がいて、それがたまたまここの隙間にスパーンって抜かれただけだろ。待って、ほんまに怖いんやけど、なんかどんどん本当に怖いの出てきた。小学校の卒業アルバム、一番右の男の子の肩ににらめつける目があり、当時話題になりました。これだって加工じゃないもんな、確実に。怖っ。なんだろうね、でもこれバグ？写真のバグとかじゃないのこれ。チャンネル登録しないと皆さん呪われます。高評価ボタンを押さない人は確実に呪われます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。確実に呪われます。